はい、ゲームコレクターの作刊です。チャンネル登録よろしくお願いします。ゲームコレクター作刊はファミリタイ。今回はね、てか前回なんか、こう、すごいね、ドロドロした企業の状況は分かったと思うんだけど、その一方でね、なんか、あれ偶然すぎないかいろいろっていう気になった、マスドヤヨイチ朝までファミコン、3章今日はやっていこうかと思います。リセット。ということで、まあ相変わらずパスワードがね、なんか後半の使ってないんじゃないのこれっていうパスワードです。ということでね、人だかりか、中心に竹内がいる。おはよう、朝から何の騒ぎだ。藤沢、大変なことになったぞ。これを見てくれ。何で見るんだ、これか。違うか、これか。違う、これか。何を見ればいいのこれ。これ、ちょっと待って。これか。竹内が新聞を突き出した。ココナッツ商事、グリーン計画反対、地元住民の強い声。役員会でようやく具体的着工が決定したというのに。地元の挨拶回りは誰の担当だ。井上のはずだ。井上課長には後で詳細を尋ねるよね。尋ねるよ。悪いが地元の情報を調べてくれ。ああ、わかった。お前も大変だな。ということで、ザーザーと探し用室だ。なんだよ。情報を調べるんだろ？心配するなよ。その代わり、今度焼肉でも食いに行こうぜ。まあ、たかりですね。これ、常務室か。浅井常務が新聞を見ている。浅井常務が新聞を見ている。同じじゃねえか。常務、お話が。新聞の件かね。厄介なことになったもんだ。地元住民への配慮がなっとらんからだ。一言の弁明の余地もない。常務は口調の割に平静な様子だ。これから現地へ向かうつもりです。まあそれが一番だろうな。しっかりだな。ということで、まあ井上と目が合うと都合の悪い時ほどそしらぬふりをする。竹内がどざとやってきた。さっきの件何か分かったか。ああ、反対運動に力を入れている寿司屋が。おい、竹内、また寿司屋か。まずは聞いてくれよ。この人ね、結構優秀なんですよ。まあちょっとね、たかり体質あるけどね。竹内の話によると、その寿司屋は銀座の貫禄寿司の姉妹店ということだった。何か匂う話だ。竹内の話はもう終わったのか。いやいや、終わってないのかな。その店の名は地蔵寿司。まずは地蔵寿司を手がかりに現地へ向かうことにした。じゃあ行くのかな。現地取り通し早いな。せっかく移動のねコマンドあるのにね。田舎にそぐわない駅、看板がやけに目立つ。一人ごと、違うな。町の人、はい。看板1。安田商事系列の会社のようだ。白い作りでまるでペンションのようだ。
山並み講演会、なるほど、この町の実態か。中年の男がこっちに歩いてくる。この辺に地蔵寿司という店を探しているんですが、次の十字路を左だ。あんたも反対運動の手伝いかい？そうです。反対運動どう思いますか？町のためだからな。地蔵寿司へ一緒に行きませんか？俺はいいよ。キャサリン運動に署名したしね。あんた一人で行きな。これはなんかあんのかな、まだ。残念ですね。ところでキャサリンって、あんたあまり詳しくねえな。その男の話によると、環境保護団体のシンボル的存在で、来日を機会に、今回のグリーン反対運動に加わってるという。あ、そっか。だから一応これの話の進展がこっちに出てくる感じになった処理になってるな。そういうことか。あんたはこの町の人？え？あ、はい。引っ越してきたばかりなんですよ。駆け引きはもうこれくらいにしておこう。いろいろとどうも。ついでに教えてやるが、反対運動に仕掛けの噂があるんだよ。だからほどほどにな。そう言い残していってしまった。十字路を左に曲がると地蔵寿司の看板が見えた。ずいぶん歩いちゃったんだね。いやいや違う、いやいや、え？ちょっと待ってよ。地蔵寿司に行くのか行かないのか、どっちだ。姉妹店に貫禄寿司と書かれている。ちょっと左に曲がるとって言って、あ、これで屋内。地蔵寿司ののれんをくぐった。へい、いらっしゃい。こんにちは。へい、いらっしゃい。あれ、ちょっと待って。貫禄寿司の親父にどことなく似ている感じだ。ここに座ってもいいかな。へえ、貫禄寿司の親父よりおとなしい男だ。貫禄寿司にはよく行ってるんだよ。へえ、口数が少ない。口数が減らない。え、なんていうの、口数、まあいいや。これで反対運動を。貫禄寿司にはよく行っているんだよ。あれ、次です。へえ。親父さん、この街は随分綺麗だね。街並みといい、駅といい。そうですね。もっと綺麗になるらしいですよ。近々ね。安田商事にお勤めているんで、世話になってしま、なってましてね。あっしは兄貴の言う通りにちゃんとやってます。やっぱり貫禄寿司の親父と兄弟だったんですか？いや、どことなく似てると思ったんだよ。思ってたんだよ。兄貴には頭が上がらないんですよ。小さい頃よくいじめっ子から助けてもらったんで。おじさん、ビール1本ね。親父さんもどうだい？情けねえ話だけど、足は飲めねえんで。本当にいつもお世話になってます。いつも美味しい寿司を食べさせてもらって。いや、寿司のことじゃなくて、あ、なんでもないです。え、何をですか？
私はよくお店で安くしてもらったので悪いなと思って、いいんですよ別に安田商事の方でしょ、だったら本当に感謝してます、ははははは。今度の要件は反対運動なんぞ足には向いてないのに、今日は寿司を食いに来ただけですよ、へえ。どうやら安田商事が仕掛け人らしい。松江さんの言う通りになってしまった。駆け引きはもういいのか。なるほど。環境保護団体のポスターが貼ってある。あ、山並公園会のポスターも。環境保護、あ、これ同じこと言ってるだけか。ん？どっちだ？とりあえず自社に戻るか。反対運動の真相はどうにかつかんだが、人だかりが、独り言、ちょっと待って、誰だ？どこ行きゃいいんだ、これ。え？何がある、あと。ああ、なるほど。あ、課長、お帰りなさい。この人ね、役立たずなんですよ。何の騒ぎだい？テレビでキャサリンが会社の非難を。そんなに有名な人物なのかい？みたいですよ。今度はまるではしゃいでいるようにも見える。道上がテレビをよそに一人仕事を続けている、道上くんはキャサリンには興味がないようだね。そう言うとムッとしたようだ。口を尖らせている。なんで、私は藤沢課長のためにと思って、今度はうつむいてしまった。若い娘の気持ちはよくわからんな。うっ、俺も親父になってしまったのか。君は普通の OL とどこか違うなと思っただけだ。そんな怖い顔をしないでくださいよ。ん？あ、しないでくれようか。なんかこの子が味方で、さっきのあの秘書が敵なんですよ。確か違ったかな。キャサリンに興味がないわけではないんです。余計怒らせてしまったかな。いや、私は関心な姿勢と思ったんだよ。道上の大きな目でまっすぐに見つめられ、口をつぐんでしまった。道上がそっと机の上に、じゃあこっちか。あ、違うの。え、封筒がある。中に何か入っているようだ。これはキャサリンの情報。道上がじっとこちらを見ている。あ、ありがとう。少しでもお役に立てたらと。彼女、パリ大学の卒業なんですね。国際的に活動していて、なかなか手強いと思いますよ。思います。本人に直接交渉できれば。道上がじっとこちらを見て、ちょっと待って。取るものはないし。このキャサリンの情報をもっと細かく見たいんですけど。そうだな。本人に会う方法か。あ、そういえば、増田さんがパリ大学に留学していたはず。いや、ほんとなんかすごい狭いんだよね、関係が。増田さんに電話しよう。
はい、舛添政治経済研究所です。藤沢ですが、舛添先生いらっしゃいますか？ただいま外出しておりますが。ではまたお電話いたします。ガチャン。道上くん、君は確か英語は？はい、話せます。フランス語はあまり自信が。いや、十分だよ。キャサリンとアポが取れた時は協力してくれるかな？ええ、もちろんです。浅井常務が新聞を見ている。いつもの常務室だ。現地の報告ですが、やはり安田商事に山並みの動きが。大体の見当はついていたが、どうしたものか。何か考えでもあるのかね。いつもの常務室。あ、これ今のところは何とも言えませんが、まあ君はやれるだけのことはやったのだから、まあ、この人もちょっと怪しいんだよね。常務、そんな弱気で私は諦めません。まあ期待してるよ。常務の弱腰にイラついてしまった。デスクに戻り、一休みだ。やれやれ。一輪挿しか。道上くん、道上くんって気づいてあげてくださいよ。近藤にしないでね。近藤の心尽くしにほっとした気分になれた。いや、だから近藤は何もやってないんだって。なんだ。はい、マスエです。いや、藤沢さん、お久しぶりですね。キャサリン？パリ大学の頃に面識があるんですよ。連絡ならできます。だが、キャサリンって山ほどいると思うんだけどね。執筆中だったもので、ずっとホテルに缶詰で。キャサリンが来日しているとは知らなかったな。マスエさんの声を聞いて一安心だ。翌日、早いな展開が。舛添さんの紹介でキャサリンと会うことになり、アーバンホテルで道上と共に待ち合わせをする。気をつけてみると外国人の姿がかなり多い。ブロンズの髪の女性を2人で追っているが、テレビで一度だけ見たキャサリンを探すのは思っていたよりも大変のようだ。はい、見つかったんですか？いや、まだだ。外国の女性と会うんだけでも緊張するな。課長、今国際化時代ですよ。うふふ言われてもね。昔から女性と話すのは苦手で、それも外国人となると。あら、私だって女性ですよ。いや、君や近藤君は少し違うんだよ。気が許せるっていうか、だから近藤君に気を許しちゃダメなんだっつう。国際化時代か。そうだな、乗り遅れないようにしなくちゃ。基礎英語でよければお教えしましょうか。本当かい？頼むよ。語学に堪能な君が一緒にいてくれて心強いよ。アメリカに留学していたことがお役に立てて嬉しいです。それに課長にそう言ってもらえて。え？外国の女性と会うだけでも緊張するな。課長今、あ、これはもう変わらないのか。これ変わらないんだ。
あ、そんなドキッとするようなことを言うなよ。私はもうおじさんだよ。そんなことありません。誘う。この間近藤君に日頃のお礼でフランス料理をご馳走する約束をしたんだが、ぜひ君にも。私居酒屋で課長と二人きりの方がいいです。え？居酒屋でいいお店知ってるんです。あ、でも課長と一緒ならどこでも。え？え？じゃねえよ。ドキドキしている。道上は少しうつむいている。いや、そっちはどうでもいいんだよ。いかん、仕事だ仕事。いや、そうじゃなくてさ。いや、まだ進展する気じゃないのか。今言ったな。違う、こっちか。突っ込む。近藤さんを誘ったんですか？あ、いや、違うな。引く。とにかくグリーン計画を成功させるから、させてからだ。はい。ところでグリーン計画の資料は持ってきてるかね？来てるね。はい。近頃の OL にはドキッとさせられるものだ。よくわかんないな、これ。ちょっとこれも違うな。話の進展が、これで進展するか。おや、あの女性はキャサリン。え、呼ばないの？ちょっと待って。おや、あの女性はキャサリン。エクスキューズミー、あー、ばばば。藤沢さん、はじめまして、キャサリンです。日本語バッチリじゃん。なんと、キャサリンは日本語がペラペラ。隣で道上が肩を震わせて笑っている。お忙しいところ申し訳ありません。ノープロブレム。日本語お上手ですね。びっくりしました。私は英語は全然ダメでして、この道上くんに通訳してもらおうと思っていたのですが。こんにちは、はじめまして。はじめまして、かわいい方ね。どうしようかな。いつまで日本にいるのですか？2週間ぐらいの予定です。あ、違うな、これは違うな。聞く。本当に申し訳ありません。キャサリンが優しい方でよかった。もう優しい？サンキュー。でも仕事には厳しいですよ。キャサリンの活躍は、素晴らしいですね。おう、ありがとう、嬉しいわ。話が進まねえな。話が進まねえ。これか。今度よろしければ食事でもご一緒にいかがですか？ぜひご一緒しますはいいんだけど、話が進まねえぞ。これ一回こっちで見とくか。綺麗なブロンドだ。40歳ぐらいにいいらしいが若く見える。お忙しいところ申し訳ありません。ノープローブ。あ、これ何か、ここまで進んでるってことか。褒める。英語、日本語、フランス語、あとドイツ語も話せるとか。感心しますよ。そんなことありません。仕事で外国を飛び回っているので自然にね。全然話が進まないんだけど。いつまで、あれ、これ違うな。これはさっきやったやつだな。聞くわ。でも何ですか？でもグリーン計画に反対するのは間違っています。計画のことをよく知らないで反対するのは間違っていますよ。よく知らないというわけではありません。ムッとした表情だ。
何か反対する理由が他にあるのですか？ありません。失礼なことを言うのね。今までのあなたの考え方に反している。なぜ反対するのですか？だから理由とか全くなくないままこう口論してる感じが、お願いします、あなたなら分かってくださると思っています。もう一度検討してください。今、あ、これ違う、さっきやったな。グリーン計画の詳細を関係者から聞いたのですが、あの土地の自然を生かし保護した上で憩いの場を、リゾート地の少ない日本にとって重要な計画です。私の聞いた話と違う。誰から？安田商事の人。症状は硬い、どうすればいいんだ。これか。キャサリンにグリーン計画の資料を全て渡した。これをあとはあなたの判断に任せます。キャサリンさん、本当のことを言います。私はココナッツの社員なんです。でも信じてください。藤沢さん、正直な人ね。 OK、 わかったわ。資料をチェックするわ。じゃあ、はあ、キャサリンがどう判断するか不安は残るが、やるだけのことはやったのだ、ということで、まあ、あとは、まあ、企業内の問題が解決すれば終わりかな、多分。朝一の電話が鳴った。電話が鳴っているぞ。いやいやいや。はい、藤沢です。はい、はい。わかりました。すぐに伺います。ガチャン。どこ？誰？誰？立派な机がある。あ、中村部長がいる。まあ、常務がおかしかったからね。中村部長、大活躍のようだな。ご苦労だった。今常務から聞いた、お前にもう一つニュースだ。キャサリンが我が社に協力してくれると連絡があったんだ。本当によくやったな、わはっはっは。本当ですか？うむ、キャサリンの指示があれば地元住人の納得、あ、説得も可能だろう。その後、中村部長と部長室へ移った。先ほどと違って険しい表情の中村部長、どうかしましたか？無言のままだ。どうかしましたか？なんだ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 。部長、中村部長、そんなに大きい声出さんでも聞こえている。いや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 、聞こえてるなら喋れよ、喋れよ。おい。話が進まねえな。こっちか。じゃあ、部長、戻ってきてくださって本当に嬉しいですよ。私ではまだまだ役不足ですから。近いうちに部長の復帰を祝って一席設けますから、ぜひいらしてください。うむ、それは嬉しいが、しかし、何が問題点でも、何か問題点でも言ってください。うむ、藤沢君、君は不思議に思わないか？部長、あまり考え込まない方がよろしいのでは？いや、気になることがあるんだ。君は何も感じないか？いや、だから、常務とか、秘書とかが怪しいわけでしょ？え、何をですか？私の考えすぎかもしれんが、いや、言えよ。何のことをおっしゃっているのか分かりません。何でも言ってください。まだ何とも言えんのだが。
部長は常務室ではよくやったと。ああ、常務室ではな。部長の話をじっくり、あ、こっちか。部長は常務室ではよくやったと。ああ、常務室ではな、こっちか。こんなに煮え切らない態度の部長は今まで見たことがなかった。はっきりとおっしゃってください。どうも内部にスパイがいるように思えるんだ。安田商事がことあるごとに姿を現すのも、誰かが情報をリークしているからではないか。これは二人だけの秘密だ。探ってみてくれ。まさかスパイなど。竹内が何か知っているかも。きっとあそこにいるな。いやいや、どこにいるんだよ。呼んでも返事が返ってしまって。竹内が何やら物色している。まあ、竹内は、役立つ相棒みたいな感じだからね。お前何やってるんだ。なんか腹減って、確かここにせんべいが。お、あった。呆れたやつだな。人が悩んでるときに。え、何？悩んでるんだ？グリーン計画は。問題なしだろ？このせんべいうまいぞ。食うか？違う、これいいや。違うな。これか。うまそうなせんべいだ。違うな。これか。あれ？せんべい取るんじゃないのか。なんで羊羹が？南部せんべいなら食うけど。悪いな。それならもう食っちまった。どう見ても竹内がスパイには見えない。井上でしょ、井上。本当に内部にいるのだろうか。給湯室ってところはよく OL たちが噂話に花を咲かせるところと聞いたんだが。ああ、いつも2、3人の女どもがピーピーやってるよ。全くお前のその食欲には参ったよ。これがなくなると俺じゃなくなるってもんだよ。ガハハハ。社内で信用できないやつってお前いるか？え、社内で信用できない？なんだよ急に。まあ今度はせんべいじゃなくて昼食でも一緒にどうだ。焼肉か？あ、いいね。あ、今度中華かよ。いいね、中華にしような。社内の雰囲気っていうかさ、それを今度他の社の人に知らせるらしいんだよ。ふーん、お前嘘つくの下手だな。まあ今度はせんべいじゃなくて昼食でも一緒にどうだ。あ、いいね、中華にしよう。これ同じだな、さっきと一緒だな。褒める。お前人を疑うことなんてないよな。あるよ。お前が？そりゃあるよ。井上のやつなんか信用できないな。そう言って竹内はオフィスに戻っていった。だから井上と秘書、え、OL 秘書とあと常務だよ今のところ怪しいのは。で逆に道上とこの竹内は信用できるっていう感じだよね。なるほど、確かに井上が臭いかもしれない。近藤道上皆揃っている。近藤があくびをしている。いやいや、近藤を呼んだ。この近藤も怪しいんだよね。はい、近藤くん。はい、はい。ちょっと待ってよ。なんかもう少しな、もう少しなんか、昨日と同じ服を着ている。近藤くん。はい？いや、なんだこれは。何をやるんだこれ。服装か、これか。インポートのものだ。20万ぐらいはしそうなスーツだ。昨日と同じ服を着ている。勤務時間中はしっかりしなさい。
はい。少しムッとしているところで、中村部長が復帰された。今日から中村部長の指示に従ってくれと。いや、ちょっと待って、そのすぐに膨れ面するのは直した方がいいな。はい。中村部長は復帰されたと言ってもまだまだ本調子ではないからね、気をつけてあげてくれ。はい、わかりました。世話になったね。少々伝言ミスはあったが、君は気の利く優しい子だ。部長によく言っておくよ。この部屋の机を整理してから部長室へ。はい、わかりました。失礼します。キャサリンの件は無事に済んだよ。資料も役に立ったし、キャサリンに会う時も。でも結局通訳は必要なくて。また通訳が必要な時また通訳が必要な時はよろしく頼むよ。はい。いや、君が一緒にいてくれて本当に心強かったよ。なんか終わってんのかな話。でも協力してくれてありがとう。いえ、そんな。また通訳が必要。変わってないな。あと何から引く。いや、進める。これか。ところで井上課長はまだ何かするかい。構わないからまたいつでも言うように。進める。あれ、引っ掛け。井上課長から会社のことで特に聞いたこととかないかな。いえ、別に。あの人いつも夜の誘いだけで嫌な人。夜の誘いって。その例えばホテルとかいきなり言うんですよ。違う。ははは、変なことを聞いて悪かったね。もう席に戻っていいよ。まだやることあるって。営業部内を見ました。スパイらしいやつはどう考えても井上しかいない。井上より近藤の方が怪しかったけどね。乗務室なんか意味あるのかな。なんだ。中村部長の趣味で観葉植物が置かれている。部長、お話が。ああ、なんだ。中村部長の趣味で観葉植物が置かれている。いや、違う違う。なんだなんだ。どこだ。ポトスだ。ちょっと待って、何。デスクの上に書類が広げてある。調べ物ですか。ああ。なんだろうな、これか。身元調査書と書かれてある。違うな。どれだ。身元調査書を開くと
近藤京子のこと、道上隆子のこと、スパイの件で調べているのですか。更新所に知り合いがいるんだ。でも部長、この二人はスパイじゃありません。いや、なんで近藤くんの金回りが良くなったように思えたんだ、うん、でしょ。それから道上くん、人材派遣からと言っても、彼女は我が社に来る前日に人材派遣会社に入社しているんだ。こっちはこっちで多分いい役なんですよ。近藤くんは彼氏でもできたのでしょう。道上くんはとにかく違いますよ。近藤くんは確かに高そうな服を着てました。しかし、ロンでも組んで見栄を張っているのではないですか。あの子は今時の OL っていう感じですからね。なんでこんなにフォローしてんだこれ。二人ともよく気が利いてるか、近藤くん。スパイなど。藤沢くん、君は甘いね。そう、甘いんだよ、藤沢くん。そんな部長こそもう一度考えてみてください。いやいやいや。まだまだ君は若いな。いや、若いよ。絶対とまでは言いませんが、彼女たちよりも、営業二課の井上課長がよっぽど、井上課長を調べてください。藤沢くん、個人的感情で物を言うのは良くないぞ。なぜこの二人を、あ、違うな。違う。あとなんだ。見ての通りだ。まあなかなかに見慣れた場所だ。はい。近藤くんはもう映ったのか。たった今部長室へ。近藤の机は、マッチがある。ライターは使わないタイプなのか。なんで。うわ、こんなところにハンカチが。忘れていったのか。取らない。いや、別に元気。いやいや、はあ、いやいや、俺は何を言ってんだ。俺はもうよくわかんない。まあ、これはなんか進展がある、か。あれ、地蔵寿司の町だ。でもどうして。いやいや、だからそういうことか。後で近藤君に聞いてみよう。綺麗に片付けてあるようだ。ゴミ箱がある。紙くずが溢れている。紙くず取らなくていいの。いないのかよ。違う。あ、そういうことか。
仕方ない、自分で片付けるか。お、ゴミ箱を倒してしまった。ん？安田商事の社封筒がある。封筒、中にメモが入っている。地蔵寿司。マッチに書いてあるんじゃねえの、地蔵寿司の電話番号は。どっちかっていうと、707-341と。ん、これはなんだ。これは初めて見る番号だな。わかんないか。じゃあ地蔵寿司。へい、地蔵寿司です。もし、へい、もしもし、ガチャン。確かにあの地蔵寿司のようだ。順番が決まってたわけだ。はい、本間です。もしもし、あれ聞こえないのかな。もしもし、もしもし、はい、本間ですが、もしもし、もあれ聞こえないのもかな。もしもし。わあ、渋くて甘い声ですね。どうです、声優になりませんか。何わけのわからんこと。切られちゃった。でもここめんどくさそうだな。ちょっと引っ掛けにも程があるだろう、その対応は。ちょっとせめて社会人として適応力のある反応してくれよ。あ、違う、間違えた。今これ選んだんだよね、引っ掛けじゃないんだよね、普通のやつ選んだんだよな。進める意味がわからんわ。今だったらなんかこう、ま、ナンバーディスプレイで全部バレバレだからもう取らないよね。あれ、そちらは来来軒じゃ。いえ違います。変だな。989007ですよね。そうだが、ここは安田商事だ。え、さっき本間って、社の個人通、直通なんだよ、ガチャン。そうだ。中村部長と近藤が打ち合わせをしている。部長失礼します。近藤君、君に聞きたいことが。はい、何でしょうか。近藤君、後片付けができてなかったよ。気をつけてくれ。すみません、あと何かありますか。君、タバコを吸っているかね。は、いえ、お肌に悪いからすいません。じゃあマッチなんて使わないね。近藤くん、あれ？ちょっと待って、どっちだ？どっちだ？
私昔からタバコだけは吸わないんです。タバコだけって何よ。タバコ以外は吸うのかい。何をすやすめ、あ、そういうことか。これか。このマッチに見覚えは？タバコだけって他の何を吸ってるんですか、君は。この寿司屋はとても美味しいんだ。君はよく行くのかい？褒めるじゃないと。この人褒めてないからね。いえ、行ったことありません。じゃあなんで？地蔵寿司のマッチが君の机の上にあったよ。そうですか。でも私のじゃありません。なぜタバコを吸わないのに君の机の上にあったんだ？そんなの知りません。誰かが置いたんでしょう。君のではないんだね。そうか。課長、それだけですか？どうかしてるんじゃないですか？それからゴミ箱の片付けはきちんとやった方がいいね。忘れ物があった。安田総知の封筒を近藤に渡した。近藤の顔色が青ざめていく。中身を確認してみたまえ。違うな。電話番号先、地蔵寿司、そして安田昌司の本間という男をどう説明するんだ。ほら、早く説明してくれ。中村は驚いた顔で近藤を見ている。ほら、早く説明して、いや、説明してくれよ。そこの電話番号には2つともかけてみた。もうネタは割れているんだ。そんな、ほら、早く。もうこれ以上追及はしない。辞表を出すように。ううう。近藤は泣きながら部長室から飛び出していった。ということで、いきなり失礼しました。うむ、残念なことだな。本間というのは安田昌司の常務だ。近藤君がスパイだったとは。数日後、ザーザーと騒がしいオフィスだ。ちょっと待って、何をすりゃいいんだこれ。何をすりゃいいんだ、何をすりゃいいんだ。オフィス中心に竹内がいる。おはよう。朝から何の騒ぎだ。さあ、大変なことになったぞ。これを見てくれ。何だ、見るんだろ、見るんだろ、見るんだろ、こっちか。え、見るんだろ。おい、なんだ、視線が俺に。またお前の大変か。とんでもない、ファックスが車内のあちこちに。これ見てみろよ。ファックス、どっちだ、こっちか。違う、こっちか。ファックス。興奮する竹内からファックスを受け取った。ファックスを受け取ったって。三つ神と自分の写真、アーバンホテル。おそらくキャサリンと待ち合わせた時に誰かが。秘書近藤の退職の謎は、藤沢課長のセクハラ。次のターゲットは派遣社員か。誰が、誰の陰謀だ。クソ。道上が一人ポツンと席についている。ひとまず
おい竹内、このファックス一体誰が。おいおい、俺が知るわけないだろう。道神を呼んだ。いつもの元気がない。迷惑かけてすまない。いえ、私こそ課長に。気にせず仕事に取り組むように。分かってます。あの、私ファックスの発信先を調べたんです。営業第2課です。突然電話が鳴った。電話を取る。はい、藤沢です。はいはい、わかりました。すぐに伺います。これは常務かな、部長かな、どっちだどっちだ。中村部長の趣味で観葉植物が置かれている。部長の寮があった。あ、違う違う違う。中村部長の鋭い目。なぜ呼んだかわかるな。はい、申し訳ありません。困ったことになったな。グリーン計画から外されるかもしれないぞ、藤沢。いや、ちょっと待って。こんな時にこんな噂が立つなんて、全くどうしようもないな。すいません、でも私はこんなセクハラだなんて、したことはないです。これはデマですよ。でもこのぐらいでね、あの失脚するんだったらもう仕事なんかできないんじゃないの。部長、これは罠です。バカ者、そんなことは分かっている。お前のことを信じているが、だがなんだっつうの。そんな計画から外されるなんて、今までの苦労が水の泡ですよ。部長、なんとかなりませんか。私にはどうすることもできん。いや、できないのかよ。役立たねえな。発信元が営業課、営業第二課なんです。調べてみては。井上だと言いたいのか。だとしても井上本人が認めると思うのか。部内でが混乱するだけだ。いいじゃん、混乱すれば。何があってもしばらくはお前が耐えてくれ。いや、無責任だな。自分に視線を感じる。井上がニヤニヤしながらやってきた。何か用か。へへへへ、ずいぶん頭に来ているようだな。あれ違うな。お前の仕業か。おいおい、何のことだよ。代理疲れがストレスが溜まっているんじゃないか。いや、別に俺には何もやましいところはないよ。何ともないさ。ああ、強がりだなお前も。グリーン計画は我が社の大イベントだ。今が一番大切なんだ。この計画から抜けるわけには。お前にもわかるだろう。だったら、ああもちろんだ。心配するな。お前の代理は俺に任せろ。わははは。どれだろう。お前の仕事、あ、違うな。どれだ、これか。い、井上、いいこと教えてやるよ。次の人事異動次の人事異動ではお前はエクアドル 署長に栄転だ。わははは。続く。なかなかすごいとこで終わったな。なかなかすごいところで終わったな。第3章クリア、おめでとう。おめでとうじゃないんだけどな。だからもうこういうの困るのがさ、そのこの展開が決まってるから全然めでたくないんだけど、ここまで来なきゃいけないとこだよね。弱肉強食のビジネス社会、生き残るのは大変だ。ここでビジネスマンとしての実力を試すためにクイズね。はい、クイズに挑戦だ。全部で20問だ。さあ始めてくれ。広告効果を上げるために無料で配布する、用品のことを何というか、何ていうの、まあノベルティだよな。ノベルティペーパー、何、直訳は
ね、葛藤特に企業では衝突の意味なんだこれ。商談の詰めで相手が買う意思を示してから契約書に判を押すまでの段階を何というか、自分本位主義のことで自己の欲求を満足させるための積極性と向上性を持っていないことは何か。なんだこれ、全然わかんない。何これ、なんだこれ、ちょっと待って、なんだこれ、ちょっとわかんねえ。何、持っていないことを、なんだこれ、全然わかんねえ。夫の収入の他に妻の収入がある世帯を何というか、こういう表現ってあるんだ。ある商品を生産すると製造業者自身がその商品のブランド名をつけ商品を全国市場に出荷することを何というか。何これ。増田洋一の出身地は次のうちのどこか。多分取説にあるんじゃないかな。プロフィール載ってたんじゃ。書いてないのか。増添さんの出身地なんて。なんだろうな、政治でも何でもないんだよな、これどうでもいい、本当どうでもいい。あったあった、福岡県に生まれる。自由勤務時間制と呼ばれ、基本となる出社時間を決め、その後前後の適当な時間を選べる体制を何というか。フレックスかな。代金前払いの磁気カードのことを何というか。代金前払い、これクレジットカードのこと言ってんの普通に。ちょっと待って、代金前払いのってことはプリペイドカードのこと言ってんのか、これそういう意味合いかな。仕事の欠陥をゼロにして品質原価納期の向上を測ろうとするものは何。何これ、ちょっと待って、知らんよ、わかんない、間違ったな今。不良品を少なくするためにする、職場の品質管理のことを何というか。知らねえよ。当事者間で合意された事項を簡単に記した合意書という意味合いで用いられているものはどれか。どういうこと？年初覚書。これなんだこれ。当事者同士の約束事をトラブルを避けるための証拠として念のために残す書面を何というか。1998年に東京オリンピックが行われる長野市と東京との距離は。知らんよそんなの、知らんよ。東京と長野の距離わかんねえ。あ、間違いだ会社全体と組織あるいは社員とを有機的に調和させた経営方法とは何だこれ。何これ、フルン、プライム、ホロン。
全然わかんねえ。プルム、プライム、ホロン。あ、間違いだ。脳死を認める認めないなどが様々な意見があるが、これを考える、これを考えるのは脳死判定、精神、え、脳死臨床、何これ知らねえよ。新製品、新サービスの創造、新生産方式の導入、新、販路の開拓、新資源の占有、新組織の育成などのことを何というか、全然わかんない。何これ。え、ちょっと待って。てか、普通に考えて今のところイノベーションしか考えられないんだけど、なんでこういう三択になってんのこれ。障害計画を職務体系の中から見つけられるようにした人材育成法は、どういうこと？キャリアプラン、ブレーンプラン、まあ、キャリアプランかな。作業結果から測定する方法と態度から測定する方法で従業員のやる気を調査することを何というか、知らねえ。ケースメソッド、スカンクワーク、モラールサーベイ、わかんねえ、間違いだった。即戦力となる人材をスカウトすることを何というか、まあヘッドハンティングだよな。いやー、これで終われる。キャー、ゴロン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 。まあ舛添さんらしいね。実力のあるものには運もやってくる。絶対そういう意味じゃないと思うんだけどさ。まあいいや、パスワード、パスワード。ということで、相変わらず後ろの方のね、5文字が変わらないんだよな。まあいいや、はい。ということでね、次回も続きをやっていこうと思います。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、グッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったりとか、こんなゲームやった方がいいよ、こんな企画がやった方がいいよってアイデアのある方は、ぜひコメントください。あと動画の拡散、SNS での動画の拡散をよろしくお願いします。以上、酒缶でした。